そのこれ弾いた時の何ていうんですかね、粒子感というか、まあ、ちょっとエッジーな感じが出るのが、まあ、特徴かなと思います。例えばアルペジオとかした時にこういった、まあ、音の何ですかね、存在感みたいなのが、まあ、その歪みの成分で出ているので、まあ、そういうキャラクターが売りというか特徴かなと思います。歪み、じゃあちょっと原因をちょっとしっかり上げて、ちょっとマスターを下げて、結構しっかり歪みますね。こんな感じですね。やっぱりビクトリーの特徴としては、ここにまあスイッチ2個あるんですけど、このカッパの場合は、ベースカットとミッドブーストですね、この2つあるんですけど、ちょっとベースカット今、オフですね、オフの状態、ベースカットしない状態だと、まあ、こんな感じで、これを上にするとベースカットされるんですけど、まあ、ちょっとこう低音をスッキリさせるっていう時に使えるので、まあ、ミッドブーストも同様ですね。ミッドをまあカットしたい、ブーストしたいっていう時にやっぱスイッチを切り替えることによってサウンドを細かく調整できるので、まあ、そういうところは、ね、新しいというか、こうユーティリティ面、機能面っていうのは高いのはビクトリーのまあ特徴かなと思います。そうですね、アンプの歪みを使いたい派の人には、まあ、カッパーで、特にこのサウンドが気に入ったという方であれば間違いなくカッパーで、逆にペダルで歪みを作りたいよっていう方にはダッジェスをおすすめしたいかなと